アメリカ合衆国ユタ州、ビーバー軍ワーワー300産のレッドベリル。レッドベリルとは赤色を呈する機産の緑虫石である。別名、ビックスバイト。エメラルドと同じ緑虫石であることから赤いエメラルドと呼ばれることもある。産出が非常に稀であり、アメリカ合衆国での産出値は次の通りである。蘇生式は BE32SI6O18。BE 赤大大色、赤紫色から赤色を呈する。定色は漫画に由来する。1カラットを超える大きさの石がほとんど取れず、採算が合わないため、この石が取れていたアメリカの鉱山はすべて閉山した。現在はかつて三した石が取引できるのみで、それも原石のままでカットなど離されず、ほぼコレクターズアイテムとなっている。ロシアでは人工成に成功しており、 それらが市場に出回ることがあるため大きくかつ無傷の質の良いカットされた石は合成石である可能性が高い。アルフレッド・エプラーが鉱物学者のメーナード・ビクスビーに敬意を表しビクスバイトと名付けたがビクスビアイトという種類の異なる鉱物との混同を避けるために再びレッドベリルと命名し直した。ありがとうございます。